おはようございます。2023年2月25日土曜日午前9時33分を回りました。はい、最近ね YouTube にポッドキャストの再生リストがね追加されました。私の YouTube のメインチャンネル CMM の方でね10日ぐらい前から新しいコンテンツとして、ポッドキャストをね始めました。まあ、他のチャンネルもねまあこれ使わないともったいないなと、 YouTube がね無料で提供しているので、もったいないなということで、まあ今日からね、ポッドキャストのコンテンツ、始めることにしました。この、CMM2 の方では主に地元の話題、スポーツ、イベント、そういったものをね、動画で、投稿しております。ですんでこの CMM2 の、ポッドキャストの方もねそういった地元の話題についてお話をしていこうかなと思ってますけど、まあ田舎のね地元のお話って誰が興味があるんだっていうこともあるかもしれませんけれど、ちょうどね、この2月は、1年で一番盛り上がる、月でございます。はい、ですんでねもちろん、スポーツ関係のことなんですけれど、キャンプの様子をねお伝えしていければいいかなと思ってますけど、もうね WBC のキャンプも、終盤、今日はね、お昼から午後1時30分から、壮行試合、ソフトバンクホークスとの、壮行試合があります。私もね明日日曜日壮行試合をね、見に行く予定にしております。はい、他のキャンプ地もね、何回か、出歩いているんですけれど、結構ね盛り上がっていますね。WBC の方は1日の、入場整理券の発行枚数、1万8000枚なんですけれど、球場の、手前にあるサムライパーク、そこはね、入場整理券を持っていなくても、入場可能でございます。サムライパークには何があるかというと、宮崎の美味しいもの、あとお土産コーナー、そして、オフィシャルグッズショップ、オフィシャルグッズ販売ショップとかね、そういったブースがありますんで、そういったサムライパークの方は、誰でも入ることができますんで、以前ねこの前ね、入場者の数が発表されて、1万9000人を超えていたんですけれど、1万9000人と思ったんだけど、その1万8000人以外の、1000人ちょっとは、入場整理券を持っていなくて、サムライパークにやってきたという、方の数のようでございます。はい、でね23、僕はねこれまで17日と23日、2回ね、キャンプ見学に行きました。この前23日やっとねダルビッシュ有投手の姿をね、撮影することができました。今日もね先ほど、動画1本、公開しましたけどね、よろしければ、どうぞご覧くださいませ。あとね1回明日はね、壮行試合に行って、で月曜日か27日最終日も、練習の様子をね、見に行く予定にしております。17日は、JR 九州の電車を使って行きました。片道280円、往復560円でございました。で2回目の23日はこんなね地元のバス、宮崎交通のバスを使っていきました。宮崎交通はね土曜日曜祝日に限って、1日バスがね乗り放題になるホリデーパスっていうのをね、販売しています。そのホリデーパスをね購入していったんですけれど、コンビニで、購入すると700円、だけど、スマートフォンから購入すると600円なんで、もちろんスマートフォンからね購入しました。で実際ねバス乗ったんですけど、私のアパートの近くのバス停から宮崎駅に行って、宮崎駅で、臨時バスに乗り換えて、まあ、日向、サンマリンスタジアムに向かったんですけど、往復で、1720円かかります。通常ではねそれをねたった600円で、利用できるって、コスパすごいですよね。
ですんでね、明日の壮行試合も、日曜日なんでね、そのホリデーパスを使って行こうかなと思っております。このホリデーパスはね、今月いっぱいまでしか利用できないんですよね。まあもちろんそのね、キャンプシーズンということもあって、まあこのホリデーパスをね、販売してるのかなと思っております。で、27日はね、自転車、天気良ければね、サイクリングついでに自転車に乗って行こうかなと考えてます。最近ね、遠出のサイクリングやってなかったので、そろそろね、春になってきているんで、まあ気分転換で、サイクリングでね、日向サンマリンスタジアムに行こうと思ってます。アパートからね、そのスタジアムの方まで片道50分ぐらいかな、40分50分ぐらいで、行けるんでね、また時間を計って行ってみたいと思います。道中ね、動画で、撮って、紹介しようかなと思っているところでございます。まあね、それで、今年はね、3月の4日ぐらいまで、キャンプを張るプロ野球球団も多いので、まああと1週間ぐらいですね。もう2月も終わります。2月が終わったらまた宮崎は、元の静けさというかね、まあはい、観光に来る人も、少なくなってくるのかなと思うんですけれど、なんかね、スポーツシーズン、春以降のスポーツシーズンがなかなか盛り上がらない。公式戦も、何年かに1回ぐらいかな、まあ、よくてオープン戦が、今年はね、4月8日に、福岡ソフトバンクホークスの、公式戦が行われる、それぐらいですかね。巨人戦は今のところ情報はないんだけれど、まああまりね、公式戦がないんですよね。昔はね、オールスターゲームが行われて10年ぶりぐらいに行われたということで、結構盛り上がったこともあったんですけどね、なかなかね、スポーツシーズン、オンシーズンが盛り上がりがないですよね。まあ宮崎県はね、スポーツランド宮崎っていう、キャッチコピーで、合宿キャンプをね、誘致しているんですけれど、それで終わってるんですよね。まあ、それもいいんだけれど、なんかもっとね、県民の皆さんも、スポーツに参加できるように、スポーツシーズン、オンシーズンも、キャンプに来たね、チームをね、応援しようとか、そういった取り組みもやっていけばいいんだけど、なんかハードウェアというか、今ね、昔のシーガイアの跡地をナショナルトレーニングセンターにしようということで作って、この4月からね、運用が始まります。味の素がね、ネーミングライツを取ってアミノバイタルトレーニングセンターという名前で、運用するんですけれど、まあ、将来的にはね、ナショナルトレーニングセンターを目指していこうって言って動いてるんだけど、箱物関係はね、もうこれで十分かなと思ってますけど、あとはソフトウェアね、イベント作り、人がどんどん宮崎にやってくる、スポーツ選手、合宿に来る、選手だけではなく、それを見に来る選手、お客さん、そしてオンシーズンも、キャンプに来た、チームをね、応援するような、ソフトウェアの仕組み作り、まあ、それも重要になってくるのかなと、考えているところでございます。はい、何はね、ともあれ、今行われてるね、WBC キャンプに関する情報もね、このポッドキャストの方でお話ししていければ、いいなと思っているところでございます。はい、ということで、新しく始まった、CMM2 ポッドキャスト、よろしければね、どうぞお聞きくださいませ。はい、ということで、今回はこの件で失礼します。